その増え方は普通の菌と比べて大変ゆっくりしていますが、その抵抗力は非常に強いと言われています。この結核菌は昔から私たち人間を苦しめてきました。だが近代医学は最近急速に進歩し、結核を征服しようとしています。その治療法の一つに化学療法があります。今増え続ける結核菌群の中に一滴の結核の薬を入れてみます。すると増え続けてきた結核菌はたちまちその増殖を阻まれてしまいます。結核の治療にこうした薬の発見は計り知れない功績となっております。そして薬で治りきれない肺の病巣は今では外科的療法によって安全に取り除くこともできます。現代の手術は完全な麻酔、厳重な心臓機能の監視、十分な輸血のもとに極めて安全に行われます。結核に侵された肺の部分が取り除かれていきます。このように優れた外科療法や化学療法によって今日では結核で死亡する人は次第に減ってきています。だが残念なことに新しい発病者の数は決して減ってはいません。厚生省の最近の調べによりますと、日本全国で治療をしなければならない人たちは約300万人もおりますが、その8割近くの人々は自分の結核を自覚していなかったと言われています。つまり症状のない結核が近頃増えていると言えます。この人も知らないうちに肺の上の方に空洞ができております。これは肺の模型です。人間の肺は大きく分けると右は上中下の3つに、左は上下の2つになりますが、それらはさらにいくつかの区域に分かれております。肺の中にはこのように木の枝のような気管支が枝分かれしており、それに無数の血管やリンパ管が伴っています。肺は胸郭という肋骨に囲まれた部屋の中で1分間に20回近くの運動を繰り返していますが、肺の気管支に造影剤を入れてレントゲンで見ますと、気管支の枝分かれしている様子がこのようにわかります。これは手術されている時の実際の肺です。これは結核で亡くなった人のレントゲン写真で、向かって左に大きな空洞があり、また右の上の方もひどく病気に侵されております。今この人の肺を調べてみます。これは右の病肺です。穴の開いているところが空洞で、その中に結核に特有な黄色い陥落性の物質が見えます。これは変化の強かった左の肺です。病巣は肺の上の方に多く集まっていて、下の方にはほとんど変化がありません。結核の発病のほとんどが背中に近いところの肺の上の方に起こるという事実は、結核が研究されるにつれて謎の一つとされてきました。
人間の結核の本体を探求することは、結核を征服するため極めて大切なことです。ですから結核の診断法も治療法とともに進歩してきました。そしてそれは結核の治療を完璧にするだけでなく、一方では結核の謎を解くのにも役立っております。その診断法の一つとして、気管支の中に細い管を入れて気管支内の空気の動きを調べる方法があります。レントゲンで透視しながら管を気管支内に差し入れていきます。向かって左下の気管支に管が入っていきます。その管をマノメーターの管につなぎ、マノメーターの動きで今入っている下葉気管支の圧力を測りますと、水中圧で4センチぐらいの動きを示していることがわかります。次に管を肺の上の方に入れて、そこの動きを測ります。肺の下の方と比べて肺の上の方の圧力は1センチ程度の動きで、著しく空気の動きの悪いことがわかります。また手術を安全にするための診断法のもう一つに、心臓カテーテル法があります。肺には全身から集まった静脈血が心臓から肺動脈を通って送られ、酸素に満たされた美しい血液は再び心臓から送り出されて全身を回っています。これは肺の一部分を拡大してみたもので、血球の流れている様子が見えます。左が静脈血で、右の方が動脈血です。肺の中の血圧を測るには、細い管を腕の静脈から差し入れ、心臓を通過させて肺動脈まで送り込まなければなりません。局部麻酔をした後、まず右腕の静脈を取り出します。次にその血管を小さく切り開きます。管はレントゲンで透視しながら送り込まれていきますが、その管にはヘパリンを加えた生理的食塩水を滴下させ、血液の固まるのを防いでいます。管は脇の下の静脈を通り、心臓に向かって入っていきます。血管内の血圧はブラン管に移る波の高さによって測定されていきます。今管は心臓内の血流で揺り動かされています。これらは管が心臓内を通り抜けていく時の波形で、心臓の各室を通るにつれて波形が違うことを示しています。管の先端が肺の下の方に入っていきます。この部分の血圧を測定すると、その値は水任中で8から5ミリを示します。今度は管を肺線部に進めて、そこの血圧は測ります。ここの値は2からマイナス1ミリぐらいで、肺の下と比べて血圧が低いことがわかります。
次に管を肺線部に入れたまま測定レベルを合わせて起きている状態の血圧を測ってみます。この時の血圧はこのように陰圧をさえ示すことがあり、寝ている時と比べて明らかに低いことを示しています。今まで見てきたことから、肺の上の方は動きが悪い上に血液やリンパの流れも悪いことがわかります。そしてそれらのことから、肺の上の方は抵抗が弱く結核に侵されやすいと考えられています。さて、私たちの体の中で結核菌はどのようにしているのでしょう。まずレントゲンにも映らないような小さな病巣があります。この部分を染色標本にしてみたものです。この病巣の一部分を蛍光顕微鏡で見ると、中に結核菌が潜んでいる様子がよく見えます。黄色く輝いて見えるのが結核菌です。結核に感染すると必ず侵されるリンパ腺を調べてみます。治ったと見えるリンパ腺の中にも、抵抗力の強い不死身の結核菌はじっと身を潜ませて機械の来るのを待っています。肺の病巣の中身が崩れると中が空洞になります。空洞の内壁にはおびただしい結核菌の群れが絶えず繁殖を続けています。これらの結核菌は睡眠不足や過労、お産、伝染病、あるいは全く原因不明のまま新しい病巣を作っていくのです。例えば、肺線部の小さな病巣に潜んでいた結核菌は気管支を通じて肺のあちこちに散らばり、抵抗の弱い部分に病巣を作っていきます。ある時にはリンパ腺の中に潜んでいた結核菌は血液の中に入って、やはり新しい病巣を作っていきます。では結核が肺の上の方にできやすいという事実をウサギを使って確かめてみます。ウサギに結核菌を感染させます。ウサギたちの半分は木箱に入れて毎日10時間人間のように立たせておきます。あとの半分は普通の状態にしておきます。これらのかわいいウサギも結核と戦う影の犠牲者です。初めのうちはレントゲン写真に変化がありませんが、2ヶ月も経つと次第に病変が出てきます。泡粒大のたくさんの斑点は結核性の病巣です。3、4ヶ月経ってそれらのウサギを解剖し、肺を取り出して病変を調べます。これは普通の状態にしておいたウサギの肺で、肺のあちこちに病変が起きています。これと比較して立たせておいたウサギの方は、人間の結核のように肺の上の方に病変が強く起きていることがわかります。上の列が普通にしておいたもので、下の列が立たせておいたものです。進化の歴史によって人間が立つようになったことから、肺の上の方が抵抗力が弱くなり結核に侵されやすくなったのかもわかりません。化学療法や外科的療法の進歩によって結核は一応治せるようになってきましたが、結核と戦うこうした科学者たちのたゆまない研究と努力とによって、
結核の実態はますます明らかとなり、その対策も立てられていくことでしょう。